ありがとうございました。左側のドアが開きます。お尋ねますと次は丸亀に停まります。ありがとうございました。お尋ねです。次のお尋ね、高松から来ております西口7号、後ろに3両つなぎます。お尋ねからは8両で運転いたします。作業のため11時13分まで止まります。作業終了までお待ちください。西口7号を後ろに3両つなぎます。連結作業を行います。少々降りますのでご注意ください。潮風、石槌7号、松山行きです。列車8両になりました。
前から1号車、2号車の順で、一番後ろ8号車です。自由席中ほど4号車、5号車、6号車と7号車です。号車番号出入り口面に表示いたしております。お確かめの上でご利用ください。
り場に到着です。左側のドアが開きます。可能性で待つと次は関門寺に止まります。土産線ご利用のお客様お乗り換えください。普通列車淡池田行き4番乗り場11時39分の発車です。全通寺琴平方面淡池田行き4番乗り場11時39分です。特別急行南風7号高知行き3番乗り場11時55分の発車です。土産線特別急行南風7号高知行き3番乗り場11時55分です。予算線列車関門寺行き3番乗り場12時2分の発車です。宅間高瀬方面関門寺行き3番乗り場12時2分です。降りのお客様、お乗り換えのお客様、お手回り品などお忘れ物なさいませんようお越しください。ありがとうございました。佐藤です。
お確かめの上でご利用ください。トイレ洗面所1号車、3号車、5号車、6号車と8号車にございます。洋式のトイレは1号車、5号車と8号車です。重曹茶などの自動販売機1号車と8号車にございます。ご利用ください。盗難防止のため貴重品は身につけてご旅行ください。 G20 愛媛の実施に伴い、現在駅構内や列車内等において警戒を強化しております。危険物等は駅及び車内に持ち込まないようお願いいたします。車内に不審者や不審物を発見した場合は速やかに係員にお知らせください。次の電車駅、観音寺です。お出口は右側です。観音寺、川之江、伊予三島の順に止まります。